は楽に押し、メカデザインを改めて見て鉱石がヤバすぎる。レベルが違いすぎる。細部のディテールの満足感が素晴らしい。この時期の河原先生の版権イラストからしか得られない養分がある。子供の頃好きだったメカのほとんどが、大河原邦夫だったりするのを大人になって知ることが多い。大河原 Z。フライングアーマーが Z プラス風なのよね。美大でだけどテキスタイルデザインだったので、ポスターやイラスト絵はタツノコに入ってから、アニメの背景画を描くのに習った画材と描き方でずっと描いてた人。まさに職人と呼ぶのがふさわしい。劇場版のシャーザクのポスター良かったな。頭部にバルカンついててってなったけど、これかっこよすぎる。いや、大河原さんのアートがいっぱい見られて眼福。ほんと多彩だな。この人の過去仕事がロゴデザインの歴史そのもの。